他の属性とはちょっと違うみたい。魔力を結集させると熱が発生しながら火炎や電撃の属性が、でも氷結魔法はその反対、熱のエネルギーを分離させる魔法っす。威力はともかく魔法自体の難易度は高い方っすよ。原理は理解したから氷の巨人の魔法は十分対処できるよ。
びですか。
ち上がって。準備できたよ。お呼びですか？どれどれ？大地の火花よ。敵を囲い込んで。お呼びですか？どれ
Thank you.
氷結魔法はバッチリ勉強してきたもんね。さあ戦うよ。私の番だよ。どれどれ、熱があるみたいだね。冷やしてあげる。そうした方がいいよ。絶対的な結界の力。どれどれ、今召喚したばかりの熱々の隕石だ。ここまで来たんだし、やるしかないっすね。こんなことなら昨日の夕飯を控えめにするようご主人様に言っておけばよかったっす。こういう時ブラックジョーがヌークに変身してくれればいいのにな。それはエリシオン様の泉の近くにいる時のみ可能なことっす。しょうがないね。じゃ、お願い。キヤッホー。あれと戦わなきゃいけないの？恐ろしい。ねえねえ、
主人の加護を授かろうとしている。ならばなおさら通すわけにはいかん。素晴らしい。だがその力をまともに使いこなせないなら、むしろ教皇に加護を捧げることになるだろう。故に証明してみせる。お前に全ての加護を授かる資格があるのか。育てたご主人様だぜ。ちょっと、私が頑張って修練した成果だからね。やはりお前の魔力は神殿長たちのそれとは比べ物にならないほど見過ごらしい。負けたくせにそんなこと言ってるのか。それにもかかわらず神殿長たちがお前に加護を授けた理由教えよう。教皇にやられ
神殿長たちの魔力が足りなかったわけじゃない、ということだ。それって教皇に何か妙手があったということか。そうではない。ひょっとしたら神殿長たちは自ら死を選択したのかもしれない。した鍵なのかもしれないな。この子に加護を授けたのがその証拠だ。まるで神殿長たちが約束でもしたかのよう。さあこの標識を覚えるのだ。試練も通過しましたし、もう邪魔者はいないはずっす。これでデュラックさん